京阪600系電車、京阪600系電車、京阪600型電車は、1984年、昭和59年に登場した京阪電気鉄道の石山坂本専用の電車、路面電車車両。300型260系の車体を流用して製造された。当初は、大津線、京新線、石山坂本線全区間で運用されていたが、 京神線の京都市営地下鉄東西線乗り入れ、開始以降は石山坂本線のみでの運用となっている。大津線車両のサービス改善を図るために、1984年から1988年にかけて導入された、大津線初の冷房車である。製造順に以下のように分類される。一時車は300型。 2から4次車は260系の車体を流用して製造されているが、書類上は申請扱いとなっている。同時期に登場した軽半専用の6000系の設計も取り入れており、車体は流用されているものの丁寧に回収されている。前面の形状は2種類あり、1次車は平面ガラス2枚窓、2次車以降は曲面ガラスを採用したパノラミックウィンドウである。 連結面は、一時車は300型のものをそのまま、継承した雨戸井が通った丸妻となっている。変運転台の260型三次車の車体を、流用した二次車と三次車613.614は、張り上げ屋根の丸妻となっている。両運転台の260型二次車の車体を、流用した三次車615.616と四次車は、 運転台後の客室化も合わせて施行したので、切り妻となっている。登場時、1時車は下段上昇、上段上昇の2段窓で下部には、3、保護棒が取り付けられていたが、3次車が下段固定、上段上昇の保護棒なしで登場し、1.2次車も1990年から1991年にかけて、下段窓の固定化と保護棒の撤去が行われた。 これらは後に登場した700型にも引き継がれている。2008年4月から車体に順次、京阪グループの CI ロゴを重付している。また、611編成の坂本ケーブルの車両を模した塗装から徐々に車体の車両番号表示がステッカー化されつつある。制御方式は6000系と同じ境地位相制御で15。 時速キロ 70km の範囲時速 5km ごとで低速走行が可能である。ブレーキは当初は SMEDR 発電改正制度を併用非常管付き三管式直通空気制度だ。冷房用電源には軽半発の静止系インバータが採用された。車内の座席はロングシートである。1993年から1994年に かけて行われた、工事室の小圧改造工事の際に車椅子スペースの設置が行われた。座席のモケットは緑色であったが、順次赤色のものに交換されている。1993年から1994年にかけて、河川電圧の 1500V 小圧対応改造が行われ、SIV が副電圧仕様のものに交換された。 制御装置を、アクフ M853 から 788A、自家並列各7段、弱め開示無段階から700型と同じ、アクフ H870 から 793A、モーターも、同じく TDK8565A、端子電圧 150V、定格電流 410A、分巻開示電流 65A、出力 53kW、 定格回転数 1150rpm から TDK8760A に換装され、53kW から 70kW、端子電圧 375V 時へパワーアップされた。空気ブレーキも電気指令式に変更され、700型と運転取り扱いを共通化された。同時に標識等の LED 化や車椅子スペースの設置などが行われた。なお、 改正、発電制度はマスコン操作で行われる。冷房装置は、京神線からの撤退に伴って80系の廃車発生品に交換されている。2003年10月4日からの石山坂本線でのワンマン運転実施にあたり、運転台のマスコンの近くに進行方向左側の扉を開閉するドアスイッチが新設されるとともに、ドアチャイム、 自動放送装置も導入された。2017年度からは、600型を含めた、大津線、京神線、石山坂本線の全車両を対象に、車体塗装を、上部に、能力色、帯に、黄緑色、下部に白色を配した、京阪線、京阪本線、大東線、中野島線、宇治線、片野線の一般車両と同様の新塗装に変更することとなり、 2020年度、令和2年度までに塗装変更完了を予定している。新塗装化と同時に、車内のリニューアルも行われ、車内デザインも1万3000系や6000、系リニューアル車とほぼ同様のデザインに、リニューアルされている。登場時から1997年10月11日までは、大津線全区間で運用されて、京神線の準急にも使われていたが、 京都市営地下鉄東西線開業後は、京神線の列車が原則として800系によって運転されるとになり、それ以来本形式は700型とともに、石山坂本線で運用されている。準急運用が消滅したことにより、方向幕から列車種別の表示がなくなって、行き先のみの表示となった石山坂本線運用は、登場時から行き先のみの表示だった。なお、 京新線で使用されていた時代の名残で種別が平気された表示も残されている。浜大津は種が平気されていない表示もある。東西線開業後は定期運用で京新線に入線することはないが夏のビール電車や冬のおでん電車などの臨時列車として同線の四宮まで入線することがある。600系のラッピング車両は1997年11月の 大津市エリアの市外局番の三桁か零七七五零七七から五に伴い、現在の NTT 西日本大津支店との共同企画で同年四月から六百十七編成にせれたのが最初である。その後は七百型と共に開かたパークでのイベントトーマスと愉快な仲間たち、ハロウィーンやクリスマスなどの季節イベント、沿線の市民団体に協力しての 石坂線文化財号、初恋や青春のメッセージの公募入選作が社内展示される石坂青春号など多くのラッピング車両が登場している。2013年からは大津線100周年を記念し603編成を京阪急特急職に改めた。これはかつて260型や300型に施されていた塗装の再現で Q3000 系が廃車となって以降は、京阪の路線を走行する車両でこの塗装が施されている車両は、この編成と男山ケーブルの半期のみとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。